ゆなです。えこです。ピンク、ラテ、TB、始まるよ。イエーイ。はい、今回ですね、ピンクラテの秋の先取りコーデバトルをやっていきたいと思います。イエーイ。今、ここ、ピンクラテのプレスルームに来ているので、5人メンバーそれぞれ秋先取りコーデを組んでいきたいと思います。そして、今日審査していただくのは、ピンクラテ原宿店のかいわちゃんです。お願いします。お願いします。どうも、原宿店スタッフのかいわです。いつも原宿店でお洋服たくさん見てるので、皆さんがどんなお洋服を決めるのか、すごく楽しみです。私も YouTube や Instagram でおしゃれに関する情報をたくさん上げてるので、よかったら皆さんチェックしてみてください。それでは、5人それぞれ選んでいってジャッジしていただこうと思います。せーの、どうぞ。レイラです。トップバッターということで、早速選んでいきたいと思います。どうしよう。あと1分でーす。おい。え、どうしようかな。これにします。こんな感じ。着替えに行きます。ピエロです。ピエロの秋先取りコーデのコーデはこんな感じです。はい、まずポイントは、このトップスはカーキーのベストはあまり見たことがないのですごい珍しいなって思って選びました。で、下はちょっと秋っぽい感じのベージュのチェックを選びました。全体的にちょっと学校っぽい感じにして、靴は厚底で、で、この靴下の後ろに桜見えるかな、見えないか、桜もチェリーが書いてあるのですごい可愛いなと思って選びました。で、ここにも大きく文字が書いてあるのでポイントになってます。かいわちゃん、ぜひ選んでください。お願いします。バイバイ。はい、アリアです。アリアは2番目ということで最初の方なので、多分いっぱいまだ残ってると思うので、今から秋の服を決めていきたいと思います。制限時間3分だから早めに決めます。頑張ります。よーい、スタート。まずトップスですよね。あーあー、うん、あ、トップス取れた。かわいい。待って、どうしよう、待って。まずは何があるかを見るんですよ。秋っぽい色とか。でも長袖ですね。なんかワンピースだとちょっとコーデっていうよりは単体になっちゃうんで、組み合わせた方がいいかなって。あー、なんかすごい秋って感じの色がある。どうしよう。これかわいい、かわいい。待って、3分ですよね。今何分ですか。今15分。あ、まだ大丈夫だ。どうしよう。でもなんかカーキーとかかわいい。これもかわいい。こういうベージュっぽい色もやっぱ秋はなんか、なんていうの、これは、これはなんか独特な形ですね。これはちょっとスポーツ、待って、どうしよう。アリー、これで食えるの。どうしよう、待って、今決めれないタイプだよ。
構特殊。これに決めた。あー、これかわいいね。ズボンもいいけど、これスカートもかわいいですね。こういうチェックとかかわいい。けど、もう1分でーす。あと1分ですか？はーい。あと1分。あと1分か。よし。決めました。では、こちらを着替えていきたいと。思います。Here we go! はい、マリアのコーデはこんな感じです。はい、まずこのね、一番大きく見えてるトップスなんですけど、このトップスの色をやっぱ秋にぴったりなこのベージュの色にしてみました。これはですね、変形型トップスで、後ろにもね、大きくロゴが書いてあって、すごく可愛いし、このやっぱ秋色も入れてて、あとこのスカートはですね、レザー素材になってて、これも秋にぴったりなんじゃないかなって思います。で、これはね、トップスが少し長いんですけど、少しだけレザー部分を見せることによって、スタイルアップもあります。そして、なんかちょっと、学校の後の、図書室みたいなのをイメージしました。なので、メガネもかけました。なんか、こういうコーデに、あえてこういうアイテムを入れることによって、まとまりも出るし、テーマもはっきりするかなって思います。アニアの秋ポイントでした。お願いします！ありがとうね！お願いします！ひめかです。ひめかは3番目なので、今から選んでいきたいと思います。どうしよう。でもベストとか可愛い、すごい、これ可愛い、かっこいいの可愛いのどっちにしよう。でもハリアちゃんの好みが多分大事なので、何分以内でしたっけ？3分です。まず全部見ていきます。あ、これはボトムか。どうしよう。ボトムは候補決まりました。これか、あ、違う、間違えた。これか、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 これにします。なので上を決めていきます。これは多分どのスカートにも合う。でもなんかカヤちゃんはこうカラフルなのが好きそう。なんかメイクがそんな感じだったか。あ、決まりました。これを、T シャツをね、この T シャツだけインして、これを出すっていうコーデにします。じゃあ、着替えていきます。バイバーイ。ひめかです。コーデはこんな感じです。はい、私はまず自分の好みのものをざっと何着か選んで、その中から審査するのがかゆらちゃんなので、かゆらちゃんが好きそうなものを選んだつもりです。まずトップスが今日かゆらちゃんが着てる T シャツに似てるなと思って選びました。そして中だけインしてこのレースを強調しました。で、このスカートはこういう派手なトップスに合うかなと思って黒を選んで、ブロックチェックは合わせました。そして足元です。足元はピンクの靴下が派手で可愛いなと思って履いたんですけど、そしたら靴はシンプルな白黒にしようと思ってちょっとまとめたつもりです。コーデはこんな感じでした。かゆらちゃん、ぜひ選んでください。お願いします。バイバーイ。ひなです。ひなは4番目です。じゃあ選んでいきます。スタート。頑張るぞ。どうしようかな。あ、コインの中でダンスとか作るし、あ、これちょっとかわいい、最初からかわいいのにつけちゃって。テーマは決まってるんですけど、なんか自分らしいコーデもできたらなって思ってます。え、どうしよう。可愛いのもいっぱいなんだけど、何に使いたくなる。難しい。どうしよう。
私ちょっとこれが気になったんでこれで合わせてみます。どうしようかな、合わせるのが難しいかな。ダンスしてそうな感じの、このラインが白だったらワンピースっぽくなって、これが見えないかもしれないです。え、めっちゃ見えないんだけど。一旦ちょっとここで保留にしておきます。え、どうしよう。あ、どうしようかな。難しい、めっちゃ難しい、どうしよう。え、待って、やばい。え、どうしよう、え、全然できますよ。難しいよ、黄色が難しい。え、どうしよう。え、待って、難しすぎて分かんない。え、そういうんだけど、自分で出すから、どうだろう。すっごい見てくれる。どうしよう、待って、ちょっと、ひなです。ひなのコーデはこんな感じです。ひなは自分らしく黒とか白でかっこいい系にまとめたモノトーンコーデをしました。ゆなは結構秋冬になると黒白を使って結構おとなしめのかっこいいコーデにするのでこんな感じにかっこよくまとめてみました。でね、このダボっとした、ね、シャツにハイウエストな感じでこれがあるのでスタイルアップの効果もあります。ちょっとダンスが好きなかっこいい女の子になれたかなって思います。神様、仏様、神様様選んでくれますか？お願いします。バイバーイ。はい、最後に5番目のエコが選んでいきたいと思います。じゃあスタート。決まりました。はい、じゃあ決まったので準備していこうと思います。はい、エコの秋先取りコーデはこんな感じです。はい、今回は人と被らないようなコーデにしました。まずこの選んでる時に黄色っていうのが結構そのパッて目に入って、あとこのメッシュみたいな、このメッシュな感じがやっぱその無難じゃないかなって思ったので即これに決めました。それで結構これがゆるっとしたシルエットなのでこのズボンも見せたいので前だけインをしてちょっと珍しいコーデを意識してこのコーデを選びました。はい、じゃあみんな、かいわちゃんに今から判定を聞きたいと思います。ドキドキです。店長お願いします。私が選んだ1位はひめかちゃんです。ありがとうございます。
なんかね、ひめかちゃんっぽくないひめかちゃんのコーデみたいな感じ。あんまり着ない感じだけど、可愛い。確かに。ひめかちゃん意識。そう言ってたよね。ね、うん。そう、意識してみました。ありがとうございます。嬉しいです。おめでとう。ありがとう。はい、今からかゆちゃんにひめかのことを選んでくれるポイントを聞きたいと思います。教えてください。まず私が好きだなって思ったポイントは、秋になるとやっぱ落ち着いた色を着たいってこと、でもやっぱ個性を出したいっていう、この2つを合わせたこのブロックチェックの上に黒い服が重なってるところが両方欲張りですごい可愛いなって思ったポイントと、それに袖とこのスカートのところを柄合わせて、さらにここのプリントですね。プリントのピンクのところと、この靴下のピンクの色、合わせてるその遊び心が可愛いなと思ったので、1位にさせてもらいました。ありがとうございます。やったー、輝きましたはい、私は選んでるのって、すっごく嬉しくて、もうかゆちゃんのことをもっと大好きになりました。じゃあ、もう選んでくれたのでもっと大好きになりましたということです。はい、じゃあ今日はかゆちゃんありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、チャンネル登録通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。